死骸の研究を推し進めたニフルハイム帝国は魔導兵の量産に成功。その功績が認められ、アーデン・イズニアは最初に就任しました。圧倒的な戦力により100年以上に及んだ戦争の均衡は破れ、ルシス王国は魔法障壁の縮小を余儀なくされました。ほどなく時の王モルスが逝去、若きレギスがその座を継ぎました。アーデンは死骸を世界に広め、人の記憶を奪い、ルシスに関する情報を集めました。いつしかとてつもない量の記憶を詰め込んだ彼は別人のように変わっていました。そしてついに復讐の時が来たのです。自身こそが王に選ばれていたという真実、弟の裏切り、そして最愛の恋人の死、悲しき運命の果てにアーデンに残されたのは不死の体とルシス王家への憎しみだけであった。アーデンは心身を闇に蝕まれながら血にまみれた道をひたすらに、邁進する。王都城周辺にいる方々は直ちに避難してください。突如王都城付近に炎をまとった巨大な生物が現れ、辺り一帯が炎に包まれています。映ってるかな、盛り上がってるところ悪いんだけど。ルシス王国の皆さん、本日をもってこの国は終焉を迎えます。因果応報、偽物の王と偽物の国は滅ぶ運命にある。何者だ？特定できておりません。無能な国王と国民たち、せいぜい暴くといい。だが敵であることに変わりはない。留守を頼む。これ以上好きにはさせん。さてやるぞ。始めようか。ティアーゲーム隊隊長より各員へ通達。第一種警戒態勢発令。各隊は整備したい。機体の収集に当たれ。無線もらっておいてよかった。こりゃ便利だ。はい、 FF15 エピソードアーデン続きやっていきます。もうアーデンの壮絶な過去が語られて、そして32年前再び王都。クレイラスといえば映画に登場していたな。かっこいいな、アーデン。おお、イフリートもかっこいい。また親衛隊だ。さあ殺してみろよ。現在交戦中ですが、強い総員を送る。大将を止めろ。おお、どこ見てる。ノクトよりかっこいいな。殺し方がえぐいけど。コマンドゲージ、ゲストコマンドあるんだ。あ、イフリートかな。ファイガー、遠心のサポートか。
しないで来いよ。大将の警備隊員と交戦中、こいつは警備隊の動きじゃありません。何者なんだ。ありないね。やっちゃいよ。はっ、行くぞ。踊れ。ここだ。もう一丁ファイガ。がっかりさせないでくれよ。よっ、やっ、俺を捕らえるんじゃなかったの。巨人の正体が判明。遠心です。遠心フリート。特殊にバビ。また遠心を操っているのは警備隊の一員のようですが、正体は依然不明。バカ、とにかく特定を急げ。混乱してるね。来たよ。騒ぎが起きているようだが、どうした。こっちは至って順調。作戦通り、魔法障壁の増幅装置を探し破壊していってくれ。了解。期待して待っててよ。さて、増幅装置の場所はどれ。魔法障壁の増幅装置とエリア制圧。なるほど。まあ、まずこの辺を破壊してけっつーわけだね。魔法障壁の増幅装置がある場所にマーカーをつけておいた。装置は建物の屋上にある。マーカーの場所まで行って装置を破壊してくれ。うん、そっちもタイミング合わせて攻撃よろしく。じゃ、行ってみようか。そう、シャドウムーブっていうのがアーデンは使えると。おい、上から行こうかな。こんなところに、こんなところに自販機ある。あ、敵もいる。よいしょ。弱いね、弱い。まあ破壊もいいんだけどね、せっかくだし、せっかくこの綺麗な状態のオートが見れるわけなんだし、じっくり見物していこうかな。静かにしろ。あ、これ破壊できるんだ。ただこの32年前、アーデンの奇襲によって魔法障壁を破壊後、帝国軍が攻撃を仕掛けるっていう手はずだったのかもしれないけど、結果的に映画でメタメタにこのインソムニアは破壊されるんで、失敗してるということになるんだよな。この時は陥落に。なんかいる。これを破壊と。このシャドウムーブのみだと結構 MP を消費しちゃうんだよな。かっこいいけど。あ、でイフリートは常に一緒にいるんだ。ガーディアン。こいつに守らせてるのかい。めんどくさいな。邪魔するのを殺すまでだ。どこ見て。バックアタックが有効か。あれ、ぐったりしちゃった。よいしょ。
万一魔法障壁干渉とは別の意味ある、うん、体力は多いみたいだけどそんなに強くないな。フリート、大活躍だ。OK、 どんどん破壊していくぞ。あ、たくさんアイテムとかが解放された。装置を破壊した。影響は確認できていないが引き続き破壊していってくれ。オールエース。あ、能力値変動するんだ。へえ。ちょっとじっくりチェックといこう。アクティベーション、あ、片っ端から取りたいな。あ、これはすでに持ってるやつか。片っ端から解放していくか。さらにジャンプできるやつ。はい。これも余裕で全部解放できるな。増幅装置。帝国による攻撃か。帝国の兵は城壁の内外ともに確認できません。対象は帝国の手の者という可能性もある。急ぎ止めるのだ。え、ショップで取引できるの。上に何かアイテムあったみたい。どれのことだ。これだ。意外とこのシャドウムーブの操作は難しいよ。OK。 何かいいものが手に入るかと言われればちょっと微妙なところだけど、この辺回収しておくか。あ、ショップというのは、あら、無人ショップの話かもしんないな。次はいけるかもよ。はい、頑張ってね。ういー、あっけないよ。もう少しだったの。これはん、よっ、はっ、おしまい。弱い、めちゃくちゃ弱い。壊れちゃった。あ、なるほどね。どんどん破壊してけってわけね。いや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 、ソムヌスはソムヌスでなんであんなに兄に食ってかかってた性格だったのかはわかんないけど、ゲスすぎんか初代を。休憩する。あ、これちょっと休憩してみよう。めっちゃリラックスしてる。まだあった。これ修理が大変そうだ。死ねえ。遅いね。破壊し放題だもん。キリがなさそうだけど、こういうの見たら全部破壊したくなっちゃうな。遅いね。ちゃんと死ねるんだ。羨ましい。壊れちゃった。確かにアーデンからしたら死にたくても死ねない人間だもんな。自分は人間かもよくわからない生物となってるけど。アイテム収集済ませちゃおう。綺麗な場所だけどね。
建設途中のビルもあるし。はい、残念でした。弱いな、弱い。今のは本当に残念すぎる。壊れちゃった。こっちだ。これ修理が大変そうだ。乗るならオープンカーがいいか。おお、車も破壊できる。ジャストコースかな。期待外れた。壊れちゃった。オープンカーがいいかなって言ったのは確かにアーデン本編でオープンカー乗ってたね。あの頃が懐かしいな。この辺も全部破壊できる。脆いな。死ね。看板にそこまでしなくたって。アイテム、このエリアまだ若干あるな、アイテム。よいしょっと。こりゃ修理が大変そうだ。こんなもの、がっかりだよ。上行って綺麗な屋上階だ。置いてあるアイテムはそんな大したもんじゃないけど。親衛隊さんはこうだ。恐怖だな、こんなやられ方。なんか帽子のマークがある。ていうかこの辺も破壊できるのかな。これは無理か。よいしょっと。お、これ、あ、これがショップか。へえ、帽子変えれる。え、麦わら帽子とか売ってる。へえ、これプレビューはできないのかな。ほうほうほう。あ、これね、どうしようかな。めっちゃ迷うな。あの、男らしくね、この辺のかっこいい帽子をかぶるのはいいんだけどね、これめっちゃ気になる。これ買っちゃおう。あと、トレジャー持っててもしゃあないから、この辺、売っちゃおう。お金はそんなに気にしなくてもたくさん手に入るな。どれどれ。安全第一。あーダサい。あれ、なんかやだな。これこのまんまムービー流れちゃったらやだな。いや、ちょっともしもトレジャーが必要なアイテムになりましたとかがあったら困るから、今買う帽子はこれだけにしておこう。さて、ここだけのエリアを見たら意外と狭いみたいなんだけど、向こう行ってみようかな。親衛隊が、あ、かわされた。ちょっと強い人たちだな、これ。そんなことなかった。
ね、アーデンのこのね特徴はね、シャドウムーブが巧みすぎて、もう少しだったね。バックアタップをバックアタック取りやすいっていうことかな。あ、これバルーン破壊できる。くちゃま。そこまでそこまでする。ボッコボコにできるやん。こんななんか、あ、よいしょよいしょ、フルコンボだどん。こういうのも破壊できちゃうでしょ。いやいやいや、これはね、この帽子かぶっといて正解だね。ちょっと向こう行こうと思ったけど、いい時間来てるんで、この辺にしようかな。しばらくこのワクワクアーデンさんによる残殺とオブジェクトの破壊が続くのかな、このインソムニアで。お金とかも貯めていろんな帽子コスチュームにしてみよう。それじゃあ今回こんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。